はい、皆さんこんばんは、ワドです。2018年の2月の25日、0時55分です。25日ですね。楽しんでってください。よろしくお願いします。今日のね、テーマ、まあタイトルなんだけど、まあ花火師さんたちに伝えたいことがあるっていうふうに書いてんだけど、まあ釣りっていうか分かりやすいタイトルにして花火師さんっていうふうに書いたんだけど、俺の言い方としてはアイテムでこう支援をしてくれてる人全般を指すのね。だからまあタイトル通りに読み取らないで、俺にこう支援をしてくれたりステッカー買ってくれてる人たちにちょっと伝えたいことがあるんだよ。で、それは何なのかって言ったらさ、俺らさ、生主っていうのはさ、最近食えるようになったし、みんなのおかげで食えてるのは事実なんだけど、配信でもらったお金とかっていうのを返すこと、お金を借りてるわけじゃないから、返すことはできないんですよ。あくまで面白い配信を作ったりとかしていくことにしかできないのね。では生活をしてるわけでしょ。だから、いただいたお金は生活費に充てるしさ、その生活費に充てるってことはプライベートに自由に使うわけだから、基本的にはね、アイテムとかを、気楽に投げてもらいたいんですよ。なんか深くこう思い入れを入れないでというか、なんかやっぱりさ、爆投げしちゃうとさ、やっぱりそのリスナーと配信者の関係を俺は超えてしまうと思ってるのね。で、それを超えれば超えるほどリスナーさんが楽しめなくなるんじゃないかっていう方が俺は怖いの。だからアイテムをたくさんもらっていなくなってバイバイっていうよりは、俺はさ、その末永くさ、リスナーさんにさ、放送を長く見てもらったり、楽しんでもらうことの方が配信者の本質として大事なことだと思ってるの。だからさ、あんまりさ、こう、思い詰めたりとか、たかだか配信だから、あんまりさ、リスナーさんの方がこう、ガーって本気にのめり込むのっていうのは、プレッシャーになるんだよね。俺の中で。だから、気軽に見て、気軽に楽しんで、気軽に好きなことを書いて、で、気が向いた時だけアイテム投げてくれるだけでいいよっていうのが正直な俺の考え方。だってさ、100万とか200万とか俺に投げてもさ、俺何も返すことできないわけよ。投げなくていいって言ったら俺は生活できなくなるから、ただこの放送が潰れちゃうだけだよ。みんなの楽しみがなくなっちゃうだけだよ。そしたら困るのってみんなのわけですよ。で、やっぱり好きだから、俺のこと好きだから、俺の放送が好きだから、俺の配信見てくれてるっていうのは事実なわけだから、そこはさ、やっぱり、なんつうの？俺も収入が上がるためにやってるわけですよ。だから、まあ、気軽に投げてはもらいたいとは思ってるよ。ただ、こう、身の丈を超えたりとか、その、なんつうの、気軽じゃない部分を投げられてしまうと、結局、その、俺はこんだけ投げてるんだから、こういうふうにするべきだっていうふうに思っちゃうのが俺は人間の心理として普通だと思うんですよ。だけど、そうなってしまっても、俺らはそう自由にやるしかないんだよ。でしょ？だからさ、その期待をされちゃったら俺は負けだと思ってんのね。その変な意味での期待っていうのかな。だからまあ気軽に見てもらって、気軽にチップを投げる感覚でこう応援してもらえるとすごくありがたいね。もちろん爆投げしてもらうっていうのはすごくありがたいことなんだけど、だけどそうじゃなくて、まあチップ、あくまでチップを超えるお金をやったらちょっと関係崩れるのかなって言って、そういうふうに俺は思ってますね。だからなんて言うのかな、ハートありがとね。久しぶりの夜枠です。だからまあ、なんつうんだろうな。まあ、俺はリスナーさんに末永く見てもらいたいっていうのと、気軽に放送を単純に楽しんでもらいたいっていうことと。で、その、アイテムを投げられたところで、俺らは自由にやるしかないから、だから、その人間だから期待通りに応えることっていうのはできないよっていう。まあ、そういう感じかな。普通に楽しんでもらいたいですね。普通に楽しんでいってもらいたい。
俺らはスーパーヒーローでも何でもないからね、あくまでなんだろう、リスナーさんから支援を受けてて、なんつうの、番組、まあパフォーマンスに対してさ、こうなんつうの、ああ楽しかったよっていう気持ちをいただくっていう、まあそういうところだからね、がっかりするっていうか、経済的な理由でさ、まあだってお金持ってる人は花火投げられるけどさ、花火って一発リスナーさんの負担1000円なんですよ。1000円を毎日投げたら3万円かかるわけよ。で、例えば、まあ、キャバクラに毎月10万以上行ってるとか、ホストに100万かけてる。だったら和道さんに3万投げた方が楽しいし、いいわって言うんだったら俺は構わないけど、人によるじゃん。例えばさ、1億円資産を持ってる人が、いや俺100万投げても全然平気だから気にすんなよって言われたら、ありがとうございますって言えるけど、例えばアルバイトやってる人の10万円とかって、お金ってさ、人によって価値が変わるんですよ。だけど俺は向こう側にいるリスナーさんたちがどんな富裕層なのか貧乏なのかっていうのは把握できないから、だから リスナーさんは自分のことを分かってるわけじゃん。で、自分が分かってるからこそ自分で花火投げる量をコントロールできるわけだから、だからその後で、その私こんなに苦しい思いしててカップラーメンしか食べてないのに和道さんにこんだけ貢いだのに、なんで和道さん裏切るのって言われたらさ、えってなっちゃうのよ、こっちも。だからそのなんつうの、それぞれの身の丈に合った中でその支援していただけると嬉しいなっていうのが俺の考えかな、俺の考え。これはアイテム投げない人はブロックするっていうのは間違ってると思ってて、本来その見てもらうことも支援だし、あのコメント書いてもらうことも支援っていうか、コメントってだって声援を飛ばしてくれてるわけでしょ、ライブが盛り上がることになるから。だからそういうわーって盛り上がってるから、ここでよしシップでもくれてやるかって気前よくね、投げてくれる人がいるわけだから、俺はそういう意味では大事だと思ってるけどね、支援の一つだと思うよ、フォローすることを、見ることを、コメント書くことは、だと俺は思ってるけどね。ただその大きく投げてる人に、和道さんこんな人だと思いませんでしたって言われても、いや俺ずっと普通にやってるだけだからっていう、あの変な期待をしないでっていう、変な期待をしないでねっていう、ハートありがとう。だから返せって言われても返せるもんじゃないしさ、自由にもっと気楽に楽しんでもらいたいんだよね、みんなに、ありがとう、メガホンありがとう。それがまあ本音だよ俺の。ホスト的な思考になったら俺は配信じゃないと思ってるから、要は色恋したりとか花火師さんだけ優遇するとかって、もう俺はもはや配信じゃなくて、ただのネットホストでしょってなるの。俺はそうなりたくないのよ、あくまで配信者でいたいのね。だからネットホスト的なことは俺はできないよって言ってんの、簡単に言うと。いや接待もできないし、花火投げてる人を優遇することもできないよって、いや誰のことじゃなくて俺が思ってることね、ちょっと思い当たるところがあって、和道さん裏切られましたって言われても困るよっていう、俺は自由にやってくよっていう、でみんなに楽しんでもらいたいし、こうみんな楽しくやっていきたいよっていう、そうそうそう、バブルなんだよ今まさに。配信者が食えてるのが100人以上いるわけだもん、おかしいよ。ハート21個ありがとう。え嘘、ふわっちからクレカ情報ダダ漏れって本当に？マジで言ってんの？まあほら、人によって考え方は違うわけですよ。ありがとうハート21個、延長代稼げました、ありがとう。バカ8個ありがとうございます。なんていうか、そのなんつんだろう、人によって考え方違う。要はアイテムくれないと嫌だっていう人もいると思うけど、俺ねそんなの長続きしないと思うんだよね。アイテム投げる人だけ優遇するなんてやっててうまくいくわけがないんだよ、そんなの長く続かなくて。なんだろう、もっと楽しんでもらいたいんだよね普通に。今月80万ポイントもあんの俺。あれだよ、実際のお金はそんなにないよ、そんなにないよ、半分もないよ、
アイテムの対価に対する責任取れないっていうことよりももっと深いことで、要は社交心であって、要は俺が喜ぶところ見たくてどんどんファンタスティック投げちゃったりとかなんじゃないかっていう不安があるの。要はいっぱい投げてくれる人いたじゃん、前回2月って特に多かったでしょ。でも投げたり投げなくなったりするのってその揺らぎだと思うの。俺裏切られたわとか、やっぱり和道さん好きって思いが強いからそういう風になるんだけど、もっと気楽に見てくれよって、みんなで楽しもうよっていう、面白い時だけ投げてって。一回投げたら私投げないとコメントできないんじゃないかなって思っちゃう人っていると思うの。そうじゃなくて普通にコメント書いて楽しんでくれって。で、気が向いた時だけ花火投げてよっていう、そのプレッシャーに感じないでって。俺もそれがきついから、俺がプレッシャーに感じちゃうからっていう、そういう感じ。わかるかな？ちょっと伝わるかな？投げ銭システム、規制がかかった時に考えればいいんじゃないかな。なんか未来の何かの想定をして動くっていうのは、俺頭悪いから、そういうことはやるべきじゃないと思ってて、不安になるだけだから、ただ単に今を楽しんでいけばいいかなと思ってるけどね。キャットタワーありがとうございます。37号さんありがとう。私はさらさらそんな気ありません。ああ、ありがとうね。まあ、確かに投げてる人全てがっていうわけじゃないけど、なんかその変な期待をしないでほしいっていうかさ、そのこいつはね、期待に応えてくれる男だっていうような投資じゃないからっていうか。ごめんね、なんか俺言葉が下手でうまく。そうそう、あくまで、おい、ワド、これでうまいもん食えよとか、遊んでこいよ、好きなもん買えよっていう気持ちで投げてほしいの。お前は、この金を将来に生かしてほしい。この金で大学に行ってほしいって、無理 無理 わかる？みんな。お前はいつか成功する男だ。お前はこの金で今から、教材を買ってきて受験をするんだ。そしてお前は人間として素晴らしい。お前はアンチが言ってるような男じゃない。この金は生きた金だ。お前は絶対によく使ってくれる。無理無理っていうこと。その、もっと気楽に投げてもらわないときついっていう。っていうのも、花火師とトラブルが起こったんじゃなくて、花火がピタッと止まったわけじゃん。だから、なんか、その辺をちゃんと伝えておかないと、俺よく言ってたから知ってるよ、そんなのっていう感じだと思うんだけど、新しく来た花火師さんが分かってないかもしれないから、俺今が言うタイミングだなと思ったの。そう、今言っておかないと、後出しじゃんけんになるっていうか、今後花火を投げる人に、嘘つきって言われちゃうから、ああ、ありがとう、メガホン300以上もありがとね、たくさん。気持ちで投げてほしいんですよ。気持ちで。ありがとうございます、23号さん。花火ありがとう。ありがとうございます。だから、なんかね、その、たまにさ、その、今月花火投げられないわ、ごめんとか言ってくれる人がいるんだよ。いや、違うよって。投げないといけないノルマなんかないんだよ。リスナーさんにノルマなんかないの。気分がいい時だけとか、ちょっと小遣いやるわっていう気持ちでいいんだよ。毎日そんな負担に思わないで、今月もう投げれないっていうのはさ、コメント書きづらいって言ってるようなもんじゃん。やめてよ。俺やだよ、そんなの。普通にコメント書いてくれよ。普通に。メガホンありがとう。普通に。下の説明欄に書いとけば。ちょっと書いておくか。ちょっと書くね。アイテムは、なんで俺文章にするの苦手だからな。なんて書こう。ちょっと待ってね。今の気持ちを書くね。今の気持ち書いたわ。今ね、俺が言った全てのことがこの一言に集約されるから、ちょっと読んでおいてください。コメント欄にね、今、こう、15分ぐらいかけて言ったことをズバッと書いたんで、ありがとう！メガホン999個ありがとうございます。俺はね、なんつうんだろ
そう、なんか難しいね、本音を伝えるっていうか気持ちを伝えるっていうのは。だからそういう6号さん、花火ありがとう。お気持ちでいいんですよ、皆さん。皆さん、お気持ちでいいんですよ。無理はしないでくださいよ、本当に。やだ。みんなと末永く、ありがとうございます。マジで気を使わないで、ありがとうございます。37号さん、たくさんありがとうございます。大丈夫？すげえよ。グレート花火ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。和同士花火師さん、ありがとうございます。ああ、すごい、すごい。グレート花火、花火、じゃあ、花火、グレート花火、花火5発と、キャット、猫タワー5個ありがとうございます。いや、マジで、本当に、マジで、本当に、本当に、大丈夫。まだ臓器売ってきて。臓器なくなっちゃうよ、358号さん。やめて。俺のために臓器売らないで。売らないで。いや、これ本当に大事なことなんだよ。でも、本当に大事なことなんだけど、本当に大事なことなんですよ。いや、無理しないで、みんな。本当に。本当に無理しないでください。俺は、たとえ、1円も稼げなくなっても、1円も稼げなくなったとしても、俺は、みんなと一緒にやっていきたいの。俺はニコ生で3年間、そうやってきたんですよ。だから、みんな、気にしないで、本当に。俺はみんなと、たとえ、アルバイト生活に戻ったとしても、なんだとしても、俺はみんなとやっていきたい。一生配信やっていきたいんだ。だから、無理しないで、本当に。頼むよ。もっと楽しくコメント書いて、自由にコメント書いていいから、みんな楽しくやってこ。俺ら仲間じゃん。そうやってやっていこうぜ。マジで。マジで。いやいや、テロップは書いておいた方が、本当今話してることをテロップに書いておいた方がいいんじゃないって。ループになるんじゃないって。いや、変わりますよ、感情は。でも、俺はそういう気持ちなんですよ。リスナーさんに花火の負担とかさせるわけにいかないんですよ。みんなにもみんなの生活があるんだよ。俺はみんなに生活を崩してまで、ね、家庭とかを崩して、家族とか、みんな美味しいものを食べてって。俺はそういう考えなの。そういう考えなの。いや、金返すことはできないよ。いただいたものを返すことはできないんだよ。配信で返すことしか俺らはできないの。筋見せるって言ってもな、金玉の裏筋ぐらいしか見せらんねえよ。いや、マジで、マジで。いや、マジで。俺はそういうもんだと思うよ。いや、でも、なんつうんだろうな。これ本音。これ本音。マジで、マジで。これ本音。俺らがさ、稼げてること自体がおかしいんだって。俺らが稼げてること自体おかしいんだよ。そう思わない？部屋の中でさ、パソコンに向かってさ、何時間も喋ってる人がさ、ダメなんだよ。何やっても続かないお前に支援する人間なんかいねえだろ。いるから困るんでしょ。 いるからこういう話してんだよ。だと思うじゃん。俺もそう思うの。冷静に考えて、32歳で中卒で前科3犯で生活保護4年間受けていた男に、こいつは見どころあるって、こいつは面白い人間だ、こいつはすごいやつだ、よし花火をやろう、おかしいんだって。おかしいんだよ。俺もだから無理をしないでって言ってんの。いや、共感はしていきたいね。共鳴はよくわかんないけど、普通に、アホだな、バカだなって。普通に見てもらいたいの。普通に。いや、日本はダメになるとかいう問題じゃないとは思うけどね。これは、なんか日本がダメになるっていうよりも、俺らは、なんつうの、リスナーから搾取するっていう考え方は持っちゃいけないと思ってんの。それって、お互いバランスが崩れると思ってんの。配信者としての寿命も縮まるし、リスナーさんも和同リスナーやめようってなってほしくないの。そういうこと。いや、無理はしないで、本当に。
無理はしないで、和道さん助けてください、もやし炒めは辛いですあのね、だからリスナーさんにこうなんつうんだろうな、俺はさ配信でしかさ返せないわけですよ、いやあのねアンチとかね、その囲いとかそういうね問題じゃないんだよ、そういう、いや俺は雑談しかやることがないよ、32年間生きてきてハイライトが今だよ人生で一番スポットライトが当たってる瞬間今ナウだよ、ナウナウです、和を持ってタッとしてます、あ聖徳太子です、数日間で何があったっつうか俺もいろいろ考えるよ、あのねだってさたった1日でさファンタスティック爆投げされてみ、1時間で5万円稼いだことある、みんなないでしょ、1時間とか2時間とか4時間とかで5万円稼いでみなよ、俺ね正直言うわ怖え、あのね今が一番怖い、怖い、正直言う怖い、俺はこの稼げてる自分が怖い、だから先月十何万円で暮らして家賃が2ヶ月滞納してて苦しかったのがデフォになってるから、稼げた自分が、稼がせていただいた自分が怖いの、これに慣れたらもう終わりだと思ってる、俺は終わりだと思ってるんだよ、だからその気楽にその俺にふさわしい額を投げてほしい、なんかそのプレッシャーに感じ始めてきた、プレッシャーに、いやメンタル壊れるよ、壊れる、いや怖いよ、もうどうしていいか分かんない、いやだから毎日続くと思わないから普通に投げてって、普通にもう金当てにしないから、本当に俺は、ふさわしい額が何なのかがだから分かんないじゃん、じゃあみんなに聞くわ、俺のふさわしい月収っていくら、いやほんとバイトしようかなってなるでしょ、いや配信で1億稼ぐとかもう言う度胸ねえわ、正直ネタでも言えなくなってきた、怖くて、1位にさせたいじゃんって、じゃあ俺の月収いくらが妥当だと思う、0円、25万円、14万円、5万円、5万円、10万円、12万円、毎月2万、17万、5万、80万、3万、15万、生ポ、80万、10万、3万4000円、8万。いや、でも、これがリアルだと思うよ。10万以下なんだよ、多分、多くの人は。お前は10万、まあ、10万以下ってここ家賃6万だから、家賃払えないから、飯代抜きでね、ネット代、光熱費、家賃だけで10万は飛ぶの。10万は。そう。だから、要は、ガッシロってことでしょ。要は、ガッシロってことでしょ。要は、家賃とネットはつけろと。家は与えてやる。ただ、飯は食うなってことでしょ。いや、東京だよ。6万だよ。だから生活保護で13万なんだから。だから東京都民です、日本人として最低限の生活が13万円だから、それ以下の生活しろってことでしょ、あ要はあとはバイトしろってことか、いやあのね、花火上げられないから最近放送来れませんでしたと思ったから俺はそれを言いたかったの、花火が上げられないから放送見ないなんて嫌だよ、見に来て、普通にコメント書いて、花火は投げれる時でいいから、花火は投げれる時で、本当にこれ本音よ、あのそんなのやだよ俺、そんなのやだよ、見に来てよ、つまらないから来ただけ、あはあ、つまらないから来ただけなの、
お前この野郎、お前つまらないから俺の放送来たのかなあ。おい、お前26号暇だから来たっつうのかよなあ。おい、暇だから来たの？来てくれてありがとう。うん、分かった、ありがとう。いやー、騙せるうちに騙せとけっていうのが正しいんだと思うよ。要はふわっちがバブルなんてこんな状態に何年も続くわけねえんだから、稼げるうち稼げようっていうのが普通だと思うんだけど、俺はもっと長い付き合いしたいの、リスナーさんと。リスナーさんと長い付き合いしたいの。うん、いや本当に、いや、いつかは終わるでしょ。一生涯ふわっちがやるっていうのは、まあ未来のことは分かんないけど、まあ普通に考えて5年10年だと思うよ。いや、飯を送ってもらえるのは普通にありがたいね。まあまあありがたいっすよ本当に。あの、米とか送ってくれたりとか、パスタとか送ってもらえたら普通にありがたい。うん、ねえ、楽しもうみんなで。俺も楽しいし、うん、ニコ動戻ってないよ最近。まあ花火あれだよ、無理しないでよ。あの、返せって言われても絶対返さないから。返せないし、うん、絶対返せないし、やめて。いや、ガンガン絞り取ろうよっていう発想がやだ俺には。そういう女に風俗行けとか旦那の金引っ張ってこいとか、そういうことは絶対言えないよ。いや、返せないよ。配信のトークでしか返せない、俺は断言する。俺は喋りでしか返せんよ。で、返すもんじゃなくて俺が喋るから、面白かったら逆にコメントで返して、それでいいじゃん。で、コメントで返して、もし俺よりも立場が上だと感じたら、俺が下等生物に見えるのなら花火をくださいよ。それで行こう。俺は喋る、コメントで返す。で、もしそのやり取りの中で、あ、こいつ俺よりも劣っている、こいつは俺よりもダメなやつだって思ったら花火ちょうだい。もし仮にね、俺の方が優れている、こいつはすごいって思ったらアイテム投げなくていい。こいつはダメだ、こいつは俺よりもダメなやつなんだっていう時に花火ください。うん、いや、物乞いにしか見えねえって言われてもね、うん、まあまあネット小好きだって言われてるぐらいだからね。うん、理屈がわからないって俺もわからないよ。うん、だって花火の話そろそろやめようと。これ花火師さんの枠だから、花火師さんに伝えたいことがあるっていう枠だから。まあ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 、でも言いたいことは終わったよ。うん、いやいや、気持ちね、俺の気持ちよ。うん、花火投げたらステッカー配布しろ。いやー、それはね、それは無理ステッカー代はステッカー代、ステッカー代はステッカー代。いや、でもさ、その価値が負担になってるのよ、心の。だってこんなに投げられたことないんだもん、こんなに投げられたことないんだもん。みんな考えて、こんなに投げられたことないの。俺はデイリーランキング7位とかになってんだよ。そりゃ俺もどうしていいかわかんないよ。テルチャンピン超えてる日があるんだよ。テルチャンピオン急に今月超えたんだよ。俺もよくわかんないよ、どうしたらいいか。戸惑うでしょ。どう思う、おかしくない、なんか戸惑うでしょ普通。まあデイリーだよ、その日たまたまうまくいった日とかがあるんだけど、やっぱりね、ちょっと急に身の丈超えるような感じがして、なんか違和感があるんだよ。うん、いや、だから実際マンスリーランキング見に行ってみなよ。別に嘘ついてないよ。いや、だから捨て頃への期待感もあるんだろうけど、うん、迷うよ。俺だって人間だよ。わかんない。だから
花火師さん、まあアイテムくれ、花火師さんって言い方も変だけど、こうやってアイテムくれてる人たちがなんで俺に投げてくれてんのかなんて分かんないんだよ。そう、いつまで続くのか分かんないでしょ。だからそのどうしたんだろう、捨て頃関係あるかも分かんないし、なんで俺にアイテムくれてるか分かんないし、だって普通の感覚で今日給料日だから花火一発あげるよって、おーありがとうって分かるよ、バカありがとう分かるじゃん。ファンタスティック連発とかさ、キャット5発とか、えー、ってなるでしょ。おーでしょ、便所さんよりだよ。いやいや、特定の人の名前を出すのはあれだと思うんだけど、いやキモいよこの放送自分で見返してみ、キモいよって言われても、いつも気持ち悪いから、今日はたまたまいつもより気持ち悪いだけで、ありがとうございます、グレート花火ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。だから普通に見てもらいたいの、普通に普通に見て、みんな頼むから。ありがとね、52号さん、和同士花火師さん、ありがとね。投げるやつなんなんていうのは良くないじゃん、気持ちで投げていただいてるのにさ。色恋全くないよ、俺は色恋ないよ、だってのんちゃんいるわけだし、普通に見ればいいし、普通に思ったことを書いて。グレートはだから一発、花火一発が500円 ×5、でリスナーさんは倍の金額出してる、俺に入ってくるのは半分。ありがとうございます52号さん、ファンタスティックお花火ありがとうございます。わかんねえ、もうわかんねえわ、わかんねえわ。投げるなっつったら爆投げするし、投げてくれっつったらなんか投げ、もうわかんねえ、もうわかんねえよ俺はマジで。ちょっと待って、途中からネタっぽくなったけど、もうわかんない、俺は違う、俺はマジで無理しないでくださいねっつってんの無理しないで、いやいや本当に、あ、わかんない、もうもうわかんないよ、わかんないよ、もういやネタとかじゃなくて、もう俺もう指しすせそ言えるよ、指しすせそが言えない人いる？バカにしてんの？小学生じゃないんだから、指しすせそぐらい言えるでしょ、誰だって言えるよねえ。ちょっとそれはバカにしすぎでしょ、俺喋りで飯食ってんだよ、指しすせそが言えないっておかしいよ。それはバカにしすぎだよ。いや本当にありがとうございます。言えてるでしょ、指しすせそって言えてるでしょ、何ぬねの、言えてるでしょ、だから指しすせそって言えてるじゃん。いや花火いらないとは言えないよ、口が裂けても、口が裂けてもそれは言えないよ、花火で生活してるわけだから。ただ俺の身の丈をこすげえな、グレート花火、花火5発ありがとうございます。52号さん本当に無理しないで、あの本当にマジでプレッシャーに感じるから、本当にありがとうございます、本当に本当に。キャットタワーは一発1500円、僕に入るんで、リスナーさんの負担3000円です。クノダン、クイチがク、クに18、クさん27、ク、クし28、クゴ45、クロク54、クシチ63、クハ72、クク81。天才。天才。天才だわ。天才。言えないよ。9の段言える配信者なかなかいないよ。天才だと思ったでしょ天才だわこいつと思ったでしょ。俺も思った、才能の塊、さすが数学がすごい強い男、理数系、理数系男子。今月最高益はお前ら上手くなったな、なんか人の収入探ってくんの。言わねえよバーカ、絶対言わねえから、シク36、あ36だ、クシ36、
はい、すいません。うん、はい、すいません。やめてください、87号さん。俺は言えるから、祝だったら、祝36だから、36。はい。すいません、くく。はい、すいません。くし36ね。28って言った？はいはいはい。はいはい。なんだよ。なんだよ。はい、すいません。来月はだから、豊かですよ。やめて、そのくくいじりとか。ルート9って何？何ルート9？ルートが分かんない。目指せ1位、デイリーランキング1位ってどれくらいなんだろう。ちょっと待って、今見てみるね。だって無理でしょう。例えば昨日のデイリーランキングって1、10、100、1000、10万、100万円稼いでんだよこの人。1日でこの人100万円稼いでんだよ。この人65万円稼いでんだよ。この人53万円稼いでんだよ。たまたま俺この辺にいて、まあそれでもほら28万とかさ、無理でしょ。1日で100万取る人がいる時代よ。無理でしょ。うん、すごいよね。なたまたまみんなが悪かった時に俺がバーって言って7位とかになったんだよ。いや、ルートって初めて聞いたけど。ルートは初めて。花火の足し算はだから一発500円ですよ。大花火だと、まあ一発1000円。いや、おかしくなると思わない？一日で100万とか50万とか稼ぐのがザラなんだよ。ソーテルとか。うん。まあ、メガホンの分は無料だからあれだけど、それでも30万とかは稼いでるわけだよ。まるまるじゃない。メガホンの分だけ入らないから。だから、まあ、メガホンが投げられてる人は、デイリー行きやすいんですよ。100万投げてみろとかやめようよ、そういうのは。算数は俺得意ですよ。得意系ですよ。ねえ、キャットタワーもいただいてありがとうございますよ。うん、中学校は通ったよ、3年間。うん、ちゃんと通ったよ。下ろすとき手数料は10万円につき50円かかる。10万円につき50円かかるだけ。で、100万円、もし仮に月収100万で一気に下ろすとしたら、10万円で50円だから、100万円で500円かかるのかな？ 100 万円で500円かかる。いや、ルートなんか聞いたこともないよ。中学校でルートって習った？ルート知らない。口座はね、楽天銀行だとリアルタイムで、まあ他の銀行だと、まあ2、3日かかるらしいね。俺は楽天銀行でやってるから、ちょっとよくわかんないかな。え、ルートって習わないよ。え、ルート？割り算？ルート？平方根？え、ルートってなんだろう。関数ちょっとよくわかんないね。捨て頃 T シャツは今、昨日さっき枠やったんですけど増えてないですね。今のところ50人ですね。こんな感じですね。今のところこんな感じです。算数で、いや、数学、中学校で算数やりましたよ。ルートは掛け算みたいなもん覚えてないな。うん。覚えてないな。ドレさんの近況知ってますか？あ、ドレさんね、なんだったっけな。ドレさん電話したよ、今日。電話かかってきて、なんつってたかな。ドレさんから電話かかってきて、のりっこはエイリアンだっていう話と、俺も実は意外とモテるっていう話と、俺は、何だったっけな、俺は、もう余命が短いとか言い始めて、で、その後何つったかな、俺は余命が短いって言ってて、服はザラだとか言ってたかなっていう話を、4時間ぐらいされた。服はザラっていうくだりが1時間。のりこは実は宇宙人とかエイリアンみたいな話を1時間。で、俺は意外とモテるし、
意外と俺は女リスナーが実は多いんだとか、あと鮫島は意外といいやつみたいな、あとなんかもしかしたら便所さんもいいやつだったかもしれないとか、なんかそんな話だった。 よく分かんなかった。よく分かんなかったけど、なんかそんな話をずっと、そうだねっつって、そんな感じだった。服はザラとか、ザラは意外といいみたいな話だった。よく分かんないよ。いや、意外とっていうのは、なんかこう、リスナーさんは俺はモテないと思ってるけど、俺は意外とモテてるはずだみたいなことをずっと、なんか よく分かんないけど。辰彦は相談したい。あ、全然いいよ。何を相談したいの？ザラはそんな高くないよ。ザラは、なんだろう。ユニクロの1個上ぐらいの値段。なんか、おしゃれなユニクロだと思った方がいいかもしれない。ザラそんな高くないよね。ザラって高級ブランドじゃないよね。だよね。ザラってユニクロのちょっとファストファッションなんだけど、ちょっとおしゃれで、こう、少し高級感あるみたいな。トツいいですよ。全然全然。トツかけてきてください。バガーありがとうございます。バガーありがとう。そんな感じだったね。ザラはそうだよね。そんなに高級服じゃないよね。ファストファッションの1個上ぐらいの。あれは、要はちょっと高級版ユニクロだよね。俺は高級版ユニクロだと思ってる、ザラは。そんなハイブランドじゃないよ。まあ今ね、下手したらユニクロの方が高いよね。あ、H&M はユニクロよりも安い。H&M はユニクロより安いです。ザラはね、あとね、ちょっとタイトな服が多いから、スタイルが良くないと。日本人体型あんまり着こなせないよ。俺もザラのジャケットとか肩合わないもん。撫で方だから。今まで悪く言ってた人のこと、まあまあね、誤解が解けたとかいろいろあるんでしょう。ちょっと待って。え、何？ワン切り？え、ワン切り？なんでワン切りなの？え、どういうこと？え、なんでワン切りなんですか？え、なんでワン切りなの？え、意味わかんないんだけど。トツ出れないよ、こんな短かったら。ザラはイタリアだね。イタリア。だからデザインがすごくいいの。ただ、質感とかあんまり俺は。ザライタリアだよね。なんだったんだろう。トツ切れたのよ。まあ今ね、自分のサイズが分かってたらね、ネットで買える時代だもんね。いや、俺はかけ直さないよ。ザラ着こなすの、日本人の体型ではちょっと難しいっていうか、細身の人の方が似合うイメージがある、俺は。細い人の方がかっこいいっていうか。ユニクロさ、昔よりも値段高くなったよね。何？ザラはスペインだよってドレさんから。はず。ドレさんが、コメントで書けばいいのに、今ドレさんからコツで LINE が来て、ザラはスペインだよ、だって。見てるよ。ドレ監修だよ、ドレ。ザラはスペイン。ザラはスペイン。あれ？なんでこっちは、ちょっと待って。ちょっと待って、来た来た。もしもし。もしもし。もしもし。声が聞こえないんですけど、大丈夫ですか？いたずらではな、ブロックするわ。いたでん。ブロック、ブロック。ブロックします。あれしょ、土曜日だから中学生とかでしょ。
ブロックブロックブロックしました。ブロックです。うん、はい、さようなら。どれさんが配信してないじゃん。今なんか見てんじゃん。明日企画でしょ？だって。よっさんとコラボじゃなかった？いや、なんか笑い声したから、複数人で男の声でゲヘゲヘって笑ってたから、多分見て、なんか中学生とかがさ、俺ワドーの LINE 知ってるんだよねっつって見てて、かけてみようぜ、かけてみようぜっつって笑ってるタイプよ。要は土曜日の夜中よくあるん。ブロックブロック。ドレさん配信回してない時どんな感じ？いや、あのまんまだよ。まあ妄想癖が強くてずーっと喋ってるって感じ。ずーっと喋ってる。まあまあ、明日はね、喉痛いだろうし、なんかインフルエンザじゃないっつってたよ。普通ではないよ。普通なわけないじゃん、ドルさんが。だから、俺は強いみたいなことでしょ。54歳で俺の身体能力は、みたいな。いや、別に普通だよ。普通。特に何も変わらない。配信通りだよ。あのまんまな人。何にも変わらない。いや、まあ今監視中だけど、別に、だって本当だもん。あ、もうお父さんだよね。お父さん。もう お父さんに感じてきた。お父さん。パパだよ、パパ。ドレさんゲイっていうか、ドレさんはゲイかどうかは分かんないけど、基本的に座ってるときこんな感じなのね。なんか。あの画体で、なぜかずっとこういう感じなの。あの画体でだよ。だから上半身しか見えてないからあれだけど、なんか、こういう感じ。これは本当。これは嘘じゃない。リア突した人なら知ってるはず。そう。これ本当だよ。嘘だと思ってる？これ本当だよ。証拠見たい？これ嘘だと思ってる人いるでしょ？中には。いや、そんなわけないじゃん。ネタでしょって。証拠見たい？みんな。なんかね、たまにね、こういうさ、なんつうの、配信者の、そう、見えてないところを俺らは見えてるわけだから、こういう話すると、またワード持ってるよとか、すげえ腹立つの。なんか、はいはい、作り話ね、みたいな。はいはいって言うでしょ？俺、ドルさんのこと盗撮してるから見せてやるよ。ほら。これ、プライベートショットね。ドルさんでしょ？ほら。な？な？嘘じゃないでしょ？で、写真カシャって撮ったのバレたの。そしたら、まあ、内股で、この顔。なんか ゲイでしょ。この顔はゲイでしょ。猫背だし。なんで半笑いなんだよ。なんだこの顔、腹立つな。なんかね、俺のことこういう目で 見るんだよ。腹立つな。なんだこの内股。すげえ腹立つでしょ。なんか腹立つな、この顔。かわいいかよ、お前。なんだろうな。もっとドレさんは、可愛がられキャラに、天使、なんか、俺は強い。俺はかっこいい、みたいな感じじゃなくて、もっと愛すべきおっさんキャラなんだよね。愛すべきおっさんとして、いじられた方が絶対美味しいと思うんだけどな。いや、そう思わない、みんな。ドレさんって天然ボケだし、なんか怒りっぽいキャラとか封印して、もっとなんかいじられた方が良くない？ねえ、今遅いけど、もうキャラ編無理だけど、俺そっち路線で言ってたら、ドレさんね、もっと息長かったと思うんだよね。いや、ディスじゃないよ、これは。ディスじゃないよ。そう、可愛いんだよね、ちょっと、あの人。なんかもっと もっといじられるおっさんでいいと思うんだけどな。そうそう、抱かれたい顔してるんだよね。何なんだろう。今の失礼だろっつって。
ねえ、もう可愛い人だよ、すごく。あのプライベートはなんか愛らしいつうかなんだろうな、うん、おっさん、まあまあまだ修正できるだろうけど、なんかね、うん、顔に落書きはさすがに起こるでしょ。気を使うっていうか繊細なイメージ、繊細で天然ボケなイメージだから、なんて言うんだろう、ちょっと表現するのが難しいんだけど、本当はあの人可愛い人なのになって思う。なんかこう、荒ぶるとは違うんだけどね。うん。あのね、本当のこと言うと多分気が小さい人。なんて言うんだろうな。あ、違う。気はでかいの。気はめちゃめちゃでかいの。器とか気持ちはでっかいんだけど、すぐ傷つく人。わかる？あのね、気持ちが強い人とかじゃなくて、気はでかいの。気持ちは大きいの。だけど、チョンって触るともう、あーって、あーってもう、ガラスどころじゃないの、もう。すぐ傷つくの。だから、でっかいのが傷だらけみたいな。わかる？なんとなく。気がでかくて、めちゃめちゃ壊れやすいっていうか、そう。気はでかい。ただ弱い。もう、そういう人は繊細なの。繊細なのに気がでかいから。だからね、そこをもっとみんなが、その、なんつうんだろうな、取り扱いがね、なんか、リスナーと噛み合ってない感が面白いんだけど。そうそう、気が小さくて弱いんだけど、大きく見せてもうズタボロみたいな。で、もう精神的にやられて、喉が治らないとか。だってさ、みんな冷静に考えて、ちょっと大きい声出して、傷ついて、心が病んじゃって、喉ガラガラなんだよ、今。で、もう、だって、おっさんだよ。54歳のおっさんで、あのね、喉がガラガラだから放送できない、顔出しできないって言ってんだよ。オカマでしょ。いや、もう、やめてよ。鳩とかやめてよ。あ、ワドが悪口言ってたよとか言わないでよ。ここだけの話だよ。本当にここだけの話で、もう本当にみんなだから信用して言うけど、あれは女子高生だよ。今日練習疲れてお肌荒れてるの、やだーって。笑顔になれない。ごめんね、ラジオでって。ごめん、私疲れてるの。ごめんねって。今日は最近配信時間バラバラなの、ごめんねって。オカマでしょ。可愛いんだよ、だから。そう、繊細なの。いや、どれディスり配信ではないけど。だから、なんかもっと、なんか、あーって、乙女なおっさん、乙女なおっさんだよ。そう、もう首に、スカーフとか巻けばいいの。首にスカーフ巻けばいいの、ザラの。ザラのスカーフ買ってあげる？どれさんに。ねえ。ザラのスカーフ買ってあげるか？ちょっと。みんなからっつって、和道リスナーからみんなからって言って。ねえ、うん。そう、あらかわいい。こうね、この辺キュってリボンとか。まあまあね、そこが面白いんだけどね。うん、補足とは違うんだよね。服はザラだっつってね。6号さん、花火ありがとうございます。服はザラだっつって。そう、服はザラ、そう、面白いよね。まあでもドレさんはなんだかんだ愛されてると思うよ。うん、ドレさんはなんだかんだ愛されてると思う、うん、ニコ生最強中っち、誰だろうそれ、ちょっとごめん、わかんないわ、うん、食べてる時は何回かあるんだけど、ほら、ゆいがさんの食事会とかで食べてる時あるんだけど、なんだろうな、品はいいよ、品はいい、ありがとうございます。52号さん、花火ありがとう、数合わせてくれたのかな、ありがとうございます。うん、なんだろう、品がいいつか育ちは良さそうなイメージかな。なんか咀嚼とかも食べてる時に喋ったりしないし、こう取り皿とかも綺麗に使うし、足は内股だし、あ、くちゃくちゃしないね、乙女だね、な、乙女として見ない、ドレさんのこと。なんか、少女として扱おうよ。女子高生。JK。
JK ですよ、ドレさんは。もう自力じゃ浮上できないっていうか、イメージを誰かが変えないとダメだと思う、うん、なんかドレさんのもう怒ったら怖いおじさんっていうかね、ドレさん分かってないのが、あんだけ体がでかくて怒鳴ったら怖くない？あのね、あんなに筋肉があって女の人が見てるとか主婦がターゲットなのに怒鳴ったらネタじゃ済まないじゃん。だからもっと乙女感出していけばいいのに、もうなんかキャンキャン行くから、それ怖いよ見てる人。コメントできないってなるでしょ。わかんない、老後施設入るからまだ早いでしょ。54歳だもん。そう、みんなからかいたいだけなんだけど、いじりたいんだけど、本人が真に受けるからね。なんだてめえ、おちょくってんのかこの野郎って。それはそれで面白いんだけど、でも面白いよね。そう、みんなからかいたいんだよね。おじさんおじさんってやりたいんだけどね。俺はドレさん愛されてると思うけどな。いや、だからね、なんかのきっかけで雰囲気変わると思うよ。紙、リスナー、ほら、ね、急に閲覧増えたからさ。ジェダイさんいくつなんだろう？ 40 代じゃないの？まあそこが面白いんだけどね。俺もそこを含めて面白いと思ってる。あ、だから、ドレさんの放送をワイプで解説枠とかやろうか。今度。YouTube の動画とかキャプリながら、ドレさん、今ドレさん、内股だよとかね。そういうの面白いね。まあガチアンチはいるよ。俺にもいっぱいいるんだもん。一生あの声のままだったらかわいそうだよ。うん、ねえ、ドレさんお茶目な。お茶目なところすごい魅力的だよね。ハート3個ありがとう。いや、だから今度見てごらん。乙女だと思って、繊細で気難しいヒステリックな乙女だと思ったら整合性合うから。あ、この人乙女なんだって。あ、ちょっとヒステリックなんだって。だから全部、全部、あ、言ってることも確かにロマンチストだし、男とおっさんとして見るからダメなんだよ。JK として見ればいいんだ、ドレさんのこと。まあ、タヌキも飽きるでしょ。俺のタヌキだって、はそるわけだから。あ、ちゃんまんみたいにね、ドレの昼間食堂っていうね、アカウントでね、誰かやるべきだよね。ニコ生ミラーで。ドレの昼間食堂。あ、どれの昼間レストランでいいじゃん。どれの昼間レストラン。うん、まあ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 、嫌いな人は嫌いだからね、うん、まあ、嫌いな人は嫌いだから。俺のこと嫌いで絶対見ないっていう人もいっぱいいるよ。ということで、皆さんありがとうございました、楽しかったです、もしよかったら、ふわっちフォローしていただけると嬉しいです。俺ね、配信頻繁にやる方なんで、あの通知うるさいんでね、通知は切っていいです。フォローしておいたら自分がアプリ開いた時にね、おすすめの方に乗るんで、あのブロックは入れないんで、もしよかったらフォローしてください。通知はうるさいんで切ってもらっていいです。夜中とかピコンピコンになったら嫌でしょ。あとね、ツイッターとかに、画像とかも載せてますんで、写真とか載せてます。あと YouTube もぜひフォローしてください。あー、メガホンたくさんありがとう。久々ね、夜中のリスナーさんと話せて楽しかったです。あとね、告知なんですけれども、今年の6月に、ステゴロ2というイベントに出ます、第2回戦で、直樹兄さんという対戦相手と2分2ラウンドボクシングルールで、ガチンコで殴り合うので、格闘技好きな人は応援してください。練習も頑張ります。それでは皆さん、おやすみなさい。また明日。ありがとうございました。
お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。